ブルゴーニュ地域圏は、フランス東部のかつて存在した地域圏。首府はディジョン。人口は約162万人。総面積は 31.741 平方キロメートル。ブルゴーニュワインの産地として世界的に有名。英語ではバーガンディ、ドイツ語ではブルグントと呼ばれる。温暖な気候と平坦で耕作に適した土地など恵まれた自然条件を生かして古くから農耕が盛ん。域内面積は日本の中国地方と人口は鹿児島県と同程度。コート、県、ソウル、県ヨンヌ県ニエー。県地図パリの東南部、リヨンの北部に位置する山がちの地方である。北流してセーヌ川に注ぐヨンヌ川と南流してローヌ川に注ぐソーヌ川の上流部にあたり、1832年に完成したブルゴーニュ運河によってヨンヌ川とソーヌ川が結ばれ、大西洋と地中海が連絡した。ラクレーエット城ブルゴーニュの地名は、中世初期にこの地方を支配したゲルマン人の一派ブルグント族に由来する。この地方には欧州中世史上重要な意義を持つクリュニー、修道院や司東修道院などが創設された。その後、フランス王国の分封国としてブルゴーニュ公国となり、14世紀後半からのフィリップ、皇太公、ジャン・ムカシコ公、フィリップ全領公の時代には、欧州の経済先進地帯であった、低地地方ブラバント、エノー、ホラント、ゼーラントなどを次々と併合し、隆盛を極めた。シャルル・ゴータン公没後に、男系男子型へ、ブルゴーニュはバロワーサ、フランスに、一部はハプスブルク家に併合された。ディジョン・ブルゴーニュ地方を代表する料理としては、ブフブルギニョンが最も有名であり、これはブルゴーニュ地方に限らず、フランスの代表的な家庭料理となっている。このほかディジョンを主要産地としたマスタード、コック・オーバン、エスカルゴ、ウフ・アンムーレットも有名である。エポワスやブレスブルーというチーズも名産。シャルドネブドウ畑ブルゴーニュ地方はボルドーと並ぶワインの名城地である。ボルドーと比べ小規模な個人経営の農園が多いことが特徴。コートドール県を中心に生産されるワインは主に赤はピノノワール種、白はシャルドネ種のブドウで作られる。その他にがメイやアリゴテ、ピノブランなども使用される。世界で最も高価なワインとされるロマネコンティなど、著名なワインが数多く存在する。並木やサテルコ、フランスの郷土料理、ツールドグルメ小学館、シャッタートラベル、2003年、56から59ページ。http://c.2.ac.jp/ncid/ba65497225 フッツブルゴーニュの老舗シャトー、中国人実業家に高額売却で批判沸騰、アフプブ、ニュース。ありがとうございます。